忍びごっこの始まりだよ。任務開始。カツラミノリは自由だ。なっちゃってじゃん。夜桜ちゃん、お菓子作ったよ。おやおや、これまたたくさん作りましたね。そうだよ、みんなに食べてもらおうと思ってね。二人に好きなのあげる。どれ食べたい？そうだな、あたいはみのりのパイパイがいいな。パイならあるよ。お手製のバターを使ったんだ。そっちじゃなくてさ、まあいいか。貧困の夢に舞い散れ。話す言葉、花子の王様。なんで？みのりさん、あなた何食べましたですか？決着。わしはまだまだまだお菓子はいっぱいあるよ。遠慮しないで食べてね。次はどんなことして遊ぶ？